雨や雪の日、特に凍結した路面の車の運転はスリップしやすく、ベテランドライバーでも気を使い、初心者にとっては極めて難しいものです。その原因とスリップ時の操作について確認をしていきましょう。その1、アクセル、急ブレーキは踏まないこと。まずやってはいけないのは、アクセルと急ブレーキを踏むことです。アクセルを踏み込んでしまうと、グリップ力が戻った時に急加速してしまうことになり、前を走る車に追突したり、ハンドル操作が追いつかず、カーブから飛び出してしまう可能性があります。急ブレーキはそれ以上に危険です。タイヤがロックされてしまうため、グリップ力が戻った時点でさらにスリップが起き、完全に制御不能な状態に陥ります。その2、急ハンドルは控えてください。スリップした時に急ハンドルを切ると、タイヤのグリップ力が戻った時、いきなり思わぬ方向に車が方向転換します。スリップすると急にハンドルが軽くなりますので、この時に大きくハンドルを回さないように気をつけてください。その3、パニックでも極端な操作をしないこと。スリップしてしまった時でもパニックに陥って極端な操作をしないように気をつけてください。まず落ち着いて状況を見極め、タイヤのグリップ力が戻るのを待つことが肝心です。対処法を知っておくことも大事ですが、それ以上に大切なのはスリップしないよう気をつけて運転をすることです。スリップを防止するには次のポイントに注意を払いましょう。その1、雨天時は濡れている路面。砂や土の多い路面を走行するときは速度を抑えてください。カーブを曲がるときに急旋回をしないでください。その2、タイヤの空気圧、残り溝があるかひびが入っていないかチェックをするようにしてください。雨の日や雪の日は先行車との距離をいつもの2倍程度にすることも心がけましょう。スタッドレスタイヤは雪道では効果がありますが、雨の日や雪が溶けかかりシャーベット状になった路面などは逆にハイドロプレーニング現象が発生しやすいので注意が必要です。雨や雪の日はタイヤをチェックし、急なハンドル、ブレーキ操作を控えるなど、通常よりも安全な運転を心がけてください。